前回の大あらすじー。アテネが巨大な骸骨と楽しく鬼ごっこ。一人だけ楽しい思いをするなんて卑怯だぞ。じゃあお前がやれ。そして、牢屋の中の人に吸うものを届けますと、何事もなかったかのように去っていきましたとさ。マジであの野郎なんだったんだ。ところでどっこいとこのすけ、魔女の家もようやく終盤、この後の展開が最高に入って感じだぜ。早く終われ早く終われ早く終われ。赤い靴の状態じゃダメってことは、この靴を一度水で洗ったらいいのかな？うむ、手を流せ的なことも書かれてましたからね。きれいきれい。よし、これでちゃんと履けるようになったね。うわぁ、赤くなっちゃった。あれ、これ玉じゃくしさん大丈夫？玉じゃくしー。え、赤い靴を洗ったから？私が洗わなければ大丈夫だったの？ヒットボットシー、ヒットボットシー。玉じゃくしたちもお父さんと同じ場所に行っちまったね。え、なななななな？マジで心臓止まる。もうこのゲームやめる？今のはリアルガチのマジでびっくりしたぜ。逃げろ逃げろー、とりあえず上に逃げろー。はぁ、ここまでは来ないみたいだね。完全に安心モードだったから心臓が跳ね上がっちゃったね。まあそこがいいんですけど。このド M 野郎がよー。よし、時間は限られてるから急いで進むわよ。本当に大丈夫なんだ。ちょっとでも跳ねちゃったらすっき。私の死体？いや、なんで今通り直したの？その時間ロスが後々に影響するんやぞ。もう時間ないからここに入ってみる。ええもうなんなんだよー。光の速度でビオラタンが消滅した。何にも動じずに前に進めばいいんだ。何が起きても気を散らさずに。前に進むのが正規ルートだったね。あーん、ガラスの靴ちゃんが。何この最後の部屋って感じの雰囲気。やあ、友達ってなんだろうね。あがが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 。友達？友達という単語に過剰反応してるやついるけど、多分、これが最後の魔女の日記なのかな。なのかな？彼女はペケさない？だって彼女は、私をこの病気から救ってくれるから。私は彼女と友達になることにした。え、殺さずに生かしてくれるんですか？そんなわけないだろ、絶対嘘だよ。じゃあ、次の部屋に進むわよ。うむ、覚悟ができてそうな顔しておくよ。なんだろう、この部屋、棚がいっぱい並んでる。薬品だな。魔女さんが使ってるお薬が置いてあるのかね。なるほど、怪我をしたらこの部屋に来たらいいんだ。それで、ここだけ他と違う。うわぁ、取ったら何か起きるやつだろこれ。だがしかし、取るという選択以外残されていないのである。取っちゃいなよ、リュウ。え、かわいい小瓶ゲットした。いやぁ、生首が飛んでくるとは何事だ。もしや魔女さんの首だったりするのでは？いや、人形の頭みたいだね。でもこれをどこで使うんだろ。次から次へとやめろよボケ。畳みかけるようなホラー展開ですな。拾ったらすぐ逃げる。すぐ逃げるはいいけどどうやって逃げたらいいの？あ、普通に行けたわ。めちょめちょ面玉の数やばかったけど。あれ、部屋の雰囲気変わってね。マジの終盤まで来ちゃってるよこれ。とりあえず右の部屋が気になるわね。確かに、結局探索できなかったからね。にゃんに？なるほど、これとさっきの生首を組み合わせるのね。でも、人形の使いどころなんてあった？人形といえばこの階の部屋に入る前にあったけど、キャーゴキブリ無理やんやーん。私よりゴキブリに驚くのやめてくれない？それじゃ、人形を組み合わせてみようか。人形の瞳がじっと見つめてるんですってよ、奥さん。これを人形が並べてあるとこに置くのかな？ああ、ちょうど紫のところだけないわね。何か起きそうで一つ一つの動作が怖いんだよ。急に魔女が襲ってきたりしちゃってね。まあそんなことあるわけないか、だははは。変なフラグ立ててんじゃねえよ。何々なんだよ。おっとおっとおっとっと、どこかへ繋がる穴がありますね。そこに行く前にとりあえずセーブだよセーブ。僕はね、君がうまくここから逃げられようが、この家に食われようが、構わないんだけど、どちらかというと、ね、君に逃げてもらいたいなぁと思ってるんだよ。ま、死なないでよ。な、なんで突然こんなこと言い出したの？てか結局この黒猫の存在って何だったんだ？最終決戦へ行く主人公を見送るヒロインみたいなセリフじゃなかった？その主人公の帰りを一人で待つヒロインポジ、辛いよねー。おい、そんなことよりこの穴だよ。やっぱり降りなきゃいけないの？降りちまえば終わりなんだぜ。楽になれる唯一の方法なんだぜ。だからマジでこの聞き返してくるのやめろよ。せっかく決心した心が揺らいじゃいそうだろ。さて、どうなるのか。お？暗い一本道。
終盤へ向かってるっていうのがひしひしと伝わってくるわね。最終決戦の幕開けだぜ。おいおいお楽しみタイムが始まっちゃうのかい？お前の頭の中楽しそうだな。わかったわよ、やってやろうじゃない？でもさ、なんで魔女は最後まで現れようとしなかったんだろうね。何か理由があるのか。単純に家の仕掛けで死んでくれると思ってたんじゃない？まあ、あんなんじゃ私は死なな。黒猫、さん。なんでこの部屋の前で黒猫が死んでるの？なんでキョコちゃんも黒猫も死んじゃうのよ。謎は深まるばかりである。さあてね、もう行くしかないんじゃないか？そう、だね。何よこの異様な空気は、本当にここに人が住んでるの？なぜここまで血まみれなのか。あ、まだ魔女の日記が残ってるみたいだよ。これが本当に最後の日記ってことね。私は病気で死ぬ。だから、彼女の体をもらうことにした。どういうこと？あへぇ？彼女の体で生きることにした。いいよね。だって私たち、友達だから。私に体、くれるよね。友達だから。だから。今日も、遊びに来てくれたんでしょ？ねえ、ビオラちゃん。うだ？やだやだ。なんなのよお前。友達友達友達ってな、友達の押し売りしすぎなんだよお前とは友達。あんごめんなさい近づいてこないで。まさか、嘘だよね。もうこれ絶対追いかけっこ始まるやつじゃねえか。逃げろ逃げろ全力全身で逃げるんだよ。捕まったら死だと思え。追いかけっこはマジで一番嫌いなのに、やばいやばい詰まったら追いつかれちゃう？さあてね選手と魔女選手の大運動会が始まっています。ただいまレースは中盤へ差し掛かったところでございましょうか。迫り来る障害物を華麗に避けつつアテネ選手がどんどん進んでいく。ゴールだー。終わったんだよね。うん、無事魔女の家から脱出できましたね。というかアテネ一発で脱出ってすごいじゃん。えへへ、追いかけっこなんて余裕だね。あれ、手紙が落ちてる。よく風に飛ばされなかったなこの手紙。まあ、読んでみましょうか。昨日は怒鳴って悪かった。森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって、昔から言われていてな。その友達の家が、森の近くだって言うから心配になったんだよ。その友達、エレンちゃんだっけ？その子の家に。あれ、途中で手紙が途切れちゃってる。てかエレンちゃんって誰？まあまあそれは後々わかるから、とりあえず進みましょか。お父さんも心配してるみたいだからね。そうだね、早く帰ってあげた方が良さそう。それで、可愛い小瓶はここで使えばいいのね。完全勝利。この森からもおさらばできるぜ。はぁ、ほんと長かったわね。あ、もしかしてお父さん。娘と父の感動の再会である。ビオラ？ビオラなんだな、無事か、どこも怪我してないか。はぁ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから、森の中を探してたんだよ。とにかく、無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。今完全にハッピーエンドの流れだったじゃん。世の中そんな甘くないのですよ。なんだ。下がれ、ビオラ。お父さんがいてくれて助かった。これで本当にハッピーエンドなんだよね。いやー、アテネさん、非常に申し上げにくいことがあるんですが、これ、普通のノーマルエンドなんですよね。つまりハッピーエンドは別に存在するってこと？まあ、もう一つ別のエンドがありますね。だからそのエンドも今から回収してもらいます。ちょっと待ってちょっと待って、もう一回あの追いかけっこをしろって言ってるの？うん、説明すると、最初にプレゼントが置いてあった部屋があるでしょ？
その部屋の棚にあるアイテムを入手して脱出したら別エンドが見れます。マジかよ、遠回りしなきゃいけないのかよ。はぁ、あ。うおーおー、この部屋の奥に行けばいいんだよね。そこの部屋の棚を調べるのだ。エレンズナイフ？そんなことより魔女が来てる、魔女が来てる。あれ、アテネさんうまくない？もしやホラゲーの才能あるのでは？その才能は人生で一番いらねえよ。まあ、これぐらい余裕なんだけどね。それで、バラを消した後の道まで進んじゃってください。え、まだお父さんと会ってないよ。お父さんいないのにどうしたらいいの？しつこいな。カッキーよー、ビオラパイセイン。いつまで追いかけてくるの？もうすぐその体は死んじゃうのに。返して。やだよ。この体、どこも痛くないんだもん。一度は私にくれた体じゃない？どうして、返す必要があるの？ねえ。ビオラちゃん。私のことがかわいそうだったんだよね。病気でベッドから動けなかった私のこと。だから、私の魔法で二人の体を交換したんだよね。一日だけ？ふふ、そんな約束、したかな？私の力で、私のこと閉じ込めちゃったのにはびっくりしたけど、無駄だったね。だって、私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。いえ、何回も死んでました。あの家は、ずっと私を案内してくれてたんだから、私がここから出られるようにね。まだ死なないの？我ながらしぶといなぁ。あ、もしかして、お父さんのことが気がかりで死ねないのかな？私、知ってるよ。ビオラちゃんのお父さん、二人だけの家族なの。ビオラちゃんの記憶が、体に残ってるんだ。優しそうな人だよね。お仕事は漁師さんかな？わざわざお手紙までくれて、いいお父さんだよね。自分がいなくなった後のこと、心配してるんだね。大丈夫。私が、ビオラちゃんの分まで、愛してあげるよ。ビオラちゃんの分まで、愛されてあげる。だから、ビオラ？ビオラなんだな、無事か？どこも怪我してないか？なんだ、どうし？夜な、化け物。嫌だよ。嫌だよこんなの。こんなの本当のビオラちゃんがかわいそすぎるよ。知らない方がいいこともあるのかもしれない。皆さんはどちらのエンドが好きですか？結局さ、ハッピーエンドは存在しないってことなの？この結末だとどう転んでも無理そうだけど。まあ、こっちのエンドを回収しなければ最初がハッピーではあったよね。ということで視聴者の皆さん、次にやってほしいゲームをコメント欄で募集します。ホラゲーじゃなくても OK です。いやむしろホラゲーはやめてよ。ホラゲー以外のゲームを書き込んでね。黒猫さん。